今日は、バイクのですね、チェーンの給油を、していきたいと思います。まあ今日ですね、実は休みでバイクに乗ろうと思ったんですけども、ちょっと昨日から体調がいまいち思わしくないので、まあちょっと午前中ですねゴロゴロしてまして、まあ午後ですね、ちょっと元気になりましたので、まあバイクに乗るのはちょっと今日はもうやめにしましてですね、ちょっとチェーンを、掃除を、注油ですね、したいと、思います。YBR なんですけども、注油だけのつもりだったんですけども、ちょっとね、チェーンカバー外したらかなりちょっと汚くなってましたので、まあ、これちょっとね、手に入れてからまだ一度も、チェーン掃除してなかったので、まあ、ちょっとここら辺でですね一度、掃除をしていきたいと、思います。まあ、チェーンクリーナーはね、いつも上から、かけるようにしてます。まあ、上にかけることでですね、下に流れていって次にチェーンをですね、タイヤを回して、下から上に持ってくると、まあ、すでにチェーンクリーナーがで湿っている状態になっているので、まあ、もうそのまま、こすっていけるようになるので、まあ、いつも過ごしてます。まあ、正解かどうかはちょっと分かりません。で、前のオーナーさんですかね、これホワイトチェーンルブパウダータイプかな、塗ってる感じですね。まあ、バイク屋さんなのかな、ちょっとわからないですけど、チェーンの表面が白く、なってるので、ホワイトチェーンルブ、多分これパウダーですね。パウダータイプか何かを塗ってある感じですね。まあ、私はパウダータイプあまり使わないもんですから、いつもクレのスーパーチェーンルブっていうのを使ってます。まあ、どこでも入手できるんですよね、手軽に。で、値段もまあ700円ぐらいですし、で結構飛び散らないもんですから、まあこれで十分かなと思って、いつも、クレのスーパーチェーンルブを、使ってます。まあ、ちなみにスーパーチェーンルブじゃない方の通常のチェーンルブですね、色が青い方なんですけど、まあ、これは使わない方がいいですね。一応これもシールチェーンは対応にはなってるんですけども、本当にひどい飛び散りがあるので、これに関してはですね、もう一回塗って走っちゃうと、まあ、乾いてから走ってもですね、もうホイールびちょびちょになりますんで、まあ使うんであればですね、スーパーチェーンルブの方を使っていただければいいかなと思います。まあ、チェーンクリーナーはね、一番安いプロスタッフの、まあ、でっかい、缶で500数十円のやつをいつも使ってます。まあ、それで十分落ちてくれるので、まあ、クレのねチェーンルブ、チェーンクリーナー、これも使ってますけども、ちょっとね缶が小さいですし、落ちはねそっちの方がやっぱりいいんですけど、やっぱり使う量考えるとやっぱりちょっとこのプロスタッフのやつ使っちゃいますね、安いんで。まあ落ちもね、良くはないんですけど、まあ必要 最低限というか落ちてくれるので、まあ十分かなと思います。で、まあ、クリーナーでですね、洗って、乾かしている間にですね、今度はトリッカー、こちらの、注油をしたいと思います。トリッカーね、センタースタンドありませんので、いつもジャッキアップしてます。なんていうんですかね、メンテナンスローラー履かせるよりはですね、もうジャッキアップしてしまった方が、結局早いんですよね。なんでいつもやるときはジャッキアップしちゃいます。まあトリッカーはですね、いつだったかな、ちょっと前に一回、チェーンは洗ってるので、まあそんなに、汚くはないですから、今日は注油だけでいこうかなと思います。注油するときはですね、
いつもこうチェーンの下の部分ですね、ここのあの内側にあの塗るようにしてます。まあすごいその昔ですね、もう何十年も前に、まだその頃はエンジンオイル塗ってた頃ですかね、こんなチェーンループだったかな、ちょっと記憶ないんですけど、あの多分エンジンオイル塗ってた記憶がありますね。その頃にそのエンジンオイルを入れたそのソースの瓶みたいなものでこう塗ってたんですけども、その時に、バイクに乗ってた先輩がですね、お前スプロケットチェーンは内側で接しているんだから内側に塗れよと、言われて、それ以来ずっと内側に塗ってるんですけども、まあ、これちょっと正解なのかどうかわかりません、すいません、素人ですので許してください。まあ、同じようにね、YBR の方にも、ルブを塗っていきます。これ一コマ一コマね、あの一セル一セル丁寧に塗っている方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとねそこまでちょっとできないですね。もうザーッといつも塗ってます。で毎回ね、給油するたびにクリーニングしてる人もいますけどね、本当すごいなと思う、尊敬しちゃいますね。僕はもっぱら注油、なるべく注油をして油を切らさないようには心がけるんですけど、まあ、毎回ちょっとね、クリーニングはちょっとやってらんないんでやってないです。で、ちょっとね、塗り終わった後、軽く乾いたらいつもちょっと拭き取ってますね。まあ、このクレのスーパーチェーンルブは乾けばしっかり固まって、飛び散らない、ようにはなってるんですけども、まあ、一応ね拭き取りを、してますね。まあ、緩みはないですね、大丈夫ですね。まあ、同じように YBR の方も、軽く拭き取っておきます。ちょっとこっちチェーン緩い気しますね、これなんか緩んでる感じですよね。ちょっとめんどくさいんですけど、ちょっと引っ張っておこうかと思います。リアのアスクルシャフトは締め付けトルクが、サービスマニュアルによると95ニュートンメーターだったかな、と思うんですけども、まあ通常のソケットレンチですぐポコンと外れるようなトルクではありますので、簡単に、外れてきます。外側にあるボルトを回してですね、チェーンを引っ張っていきます。ちょっと張りすぎですね、張りすぎるとやっぱ切れますんでね、張りすぎはやっぱ注意した方がいいですね。逆方向に回すと今度は緩んできますので、そこで調節していきます。ポジションが決まったらですね、今度内側のネジを締めて、で調節していきます。こんなもんですかね。で、反対側にも、同じ機構がついているので、
横で、先ほど調節したところとですね、同じ、メモリのところに合わせていきます。もしかしたら両方一緒に緩めて、調節しないといけないのかもわかんないですね。はい、こんなもんですかね。まあ大体2センチから3センチぐらい、余裕があれば OK かなと思います。まあ、トリッカーみたいにね、オフシャは若干緩めで、いいみたいなんで、まあ、これちょっと見た目オフシャですけど、オンロード車なんで、まあ、大体 2,3 センチで OK かと思います。まあ、3センチに調節しちゃいますとね、すぐ伸びちゃいますんで、まあ、大体いつもちょいきつめなんですかね。はい、こんなもんですかね。で、チェーンカバーを、つけていきます。これで YBR とトリッカーは終了ですね。で、まあ、最後にですね、一番の難関 Z 線ですね。これはね、センタースタンドないですし、まあ、サイドスタンドだけでやるんですよ。で、メンテナンスローラー下に履かせるんですけど、なぜかというと、まあ、ジャッキアップするにもですね、ジャッキを当てる場所がちょっとないんですよね。一番めんどくさいんですけど、まあ、このようにですね、もう地べたに寝そべって毎回、チェーンに、ルブを塗ります。ほんとめんどくさいですねこれで、タイヤもね、重たいもんでね、メンテナンスのローラーを引いててもですね、ちょっと片手ではどうすかね、ちょっと回りづらいんですよね。両手を使った方が、いいので、まあ、毎回、両手で回してはチェーンを塗り、両手で回してはチェーンを塗りと、まあ、その繰り返しですね。これやりたくないんでね、いつもね、このバイクはバロンに、メンテしてもらってるので、点検の時とかにはですね、もう必ずチェーンに注意しといてって毎回言ってるんですけどね。それでもね、やっぱりちょっと Z 線のチェーンね、一回水、雨の日とかね、水溜まりのとことか走ったりすると結構オイル切れ起こしますね。すぐ鳴るようになります。なんでこまめにチェーン注意が必要になりますね。はい、以上でですね、3台とも、チェーンの注意が、完了しました。これでチェーンメンテを終わります。